ライノー重装甲車は第二次世界大戦中にオーストラリアで設計された総輪装甲車である。数軸国軍の動向と設計上の問題から試作段階を超えることはなかった。第二次世界大戦の戦果の拡大からイギリスは植民地における装甲戦闘車両の需要を満たすことができなくなった。そこでイギリス連邦の各国は自ら装甲戦闘車両を 開発するに至った。1941年の後期重装甲車の使用書がオーストラリア陸軍のアフフ開発計画の上層部会議に提出された。2種類の試作車体と砲塔が製作され、1942年には同一の車体で試験された。これらの車両は過重に悩まされ、1943年には計画が放棄された。この車両は、 CMP トラックのシャーシを利用しており、エンジンにはゼネラルモーターズで生産された後部配置型8446を用いた。同様にカナダ軍のホックス装甲車でもこの車体が用いられている。車体は3 0ト、mm、ルの厚みを持つオーストラリア防弾装甲を前面に装着し、1 1トルの装甲を側面と後方に装着して装甲された。 さらにクルセーダー巡航戦車と同様の砲塔を搭載して完成された。兵装はオードナンス QF2 ポンド砲と同軸に 7.7mm ビッカース重機関銃を装備した。装甲兵員輸送車として先行試作型が一両作られた。これは車体がオープントップであり砲塔がない。ありがとうございます。